こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、野菜というキーワードで儲かる商品をリサーチしてみた主婦や農家の方必見、よく売れる出品野菜の転売方法を大公開します。というテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、今度はですね、野菜転売ですね。これですね、なかなか面白い方法を出ている方いましたので、ぜひね、紹介させていただきます。はい、こちらですね、今回野菜ですね。で、上限ですね、なんと3000円です。新品ですね。送料込み、売り切れ。こういった感じですね、調べてみました。はい、でもたくさん出てきますね。で、特にですね、2380円っていうのは相当高い値段で売ってますので、まあ、この方はちょっとリサーチしてみたんですけど、まあ、見ていただいてるです。いろいろ書いてあるんですよね。はい。この野菜の売り方なんですけど、この売ってる方はおそらくですね、農業の方ではないですね。農家の方じゃないです。で、読んでいてわかるんですけど、市場でですね、野菜ですね、を購入したり、まあ、農家の方からね、この新鮮な野菜を購入して、自分でね、集めて売ってるっていうパターンですよね。はい。なので、これですね、商品売れたとき、この野菜が売れたときにね、まあ、商品を購入して売ることができるかと思いますので、無在庫転売もね、できるかと思います。はい。なので、野菜が好きな方、新鮮な野菜をね、よく市場に買いに行く、まあ、主婦の方ですね、まあ、農家の方でもいいんですけど、まあ、ぜひね、こういった売り方で売っていただければね、高く売りますね。はい。なので、ぜひね、まあ、真似してね、売っていただければね、いいかと思います。はい。チャンネル登録お願いします。あとですね、何質問等ありましたら、ライト登録によろしくお願いします。今回動画は以上となります。最後にご視聴いただきまして、ありがとうございました。